ムーレオ・ロムスダール県は、ノルウェーの県。ベストラン地方の最北部にある。東にソウル・トロンデラーグ県、南に、オップラン県、西に、ソグン・オフィオーラネ県、北に、ノルウェー海と接している。県庁所在地は、モルデ。ロムスダール県として、一般的に知られている。ムーレオ・ロムスダールという名称は1936年に、付けられた。ムレは、 ノールムーレとサンムーレの両地域を表し、ロムスダールはロムスダール地域を表している。1919年まではこの県はロムスダール県と呼ばれており、1919年から1935年まではムーレ県と呼ばれていた。県称は1978年に決められたもので、3つのマークはそれぞれバイキングの船を表しており、マストが十字を表す。 三つのマークがそれぞれサンムーレ、ロムスダール、ノールムーレの三地域を表す。この県は、慣習的に三つの地域に分けられる。ノールムーレ、ロムスダール、サンムーレがそれぞれ北部、中部、南部となっている。商業的、文化的な関係にもかかわらず、地域の間には、伝統的な競争意識がある。歴史的に、ノールムーレは、 ソウルトロンデラーグ県と関係が強く、ロムスダールは、オップラン県、サンムレは、ソグンオフィオーラネ県との関係が深い。地域間の方言の違いがこれを如実に表している。地理的特徴をゆえ、この県は、人口の多い島を多く持っており、いくつかの深いフィヨルドがある。海上交通に依存しており、その多くが、カーフェリーの会社である。 MRF 社は1921年から存続している。ありがとうございます。